打ち上げました。これはサード下がってビアヌエバ、ショート中島が掴んでいます。3人で切って三者凡退、4番の中田翔。このタオルいろんな言葉あるんですね、ここで一発今書いてありましたか、はい、それ以外もあるんですね。あるんです。公式ショップの前通ったんですけど、これはタイムリーヒットになりました。さあセカンドランナー近藤もサードを蹴って、さあバックホームは少しずれている、ホームイン。いや4番の仕事、いやもうこれね解説者冥利ですよ。ちょっと私は全くわからないんですけど、ああなるほど、全く同じアルファベットなんですけどもね、これはどうだ、レフトの打球はこれは伸びてエレーです、ガーン、入りました。あやっぱりボコボコがこだましたらいいんですかね。そうです。だからインサイドのストレートなんですけど、4球目はストレートでした。変化球センターへの打球、これはさあどうして、中島がサードを蹴って帰ってくる、バックホームは間に合いません。5打点目このシーンですわ。そういうことですか、はい、もう絶対絶命の満塁にしろっていう敬遠が出たわけですからね、はい、右方向ライトへの打球は犠牲フライには十分取りました。マーティン、サードランナーゆっくり帰ってくる、一塁さん、ショートへの打球、さあ太田大志だ、一塁送球、ここはタッチはアウトになりました。レアード、そしてこの試合、ショートへの打球、中島一塁送球、ゲームセット。ファイターズトンネルから抜け出しました。連敗を4でストップ。